王と道化師、同じ顔をした二人の男の運命が交わるとき、時代を揺るがす危険な愛が幕を開ける。子役出身の余人宇が凛々しい時代劇の申し子となって、正義感にあふれた道化師と狂気の王、迫真の一人二役、そして禁断のロマンスも。王になった男、絶賛放送中。